やばい、動いてないよ私。やばい、絶対やんなきゃよかった。ツイートできてない、どうしよう。え、もう私絶対これ、これ放送されてたらどうしよう。やばいな、これ放送されてる？されてる気がする。やっぱりされてる。やば。今私の画面止まっててさ、あ、放送されてないやって思ってた。やっぱり今ね、私の画面めっちゃ止まってた。変なこと言ってた？大丈夫だよね。ということで始まりました、ポップガールズ学日記のカジーことカジシマヤです。どうもショールーム、元気、元気だ、よかった、帰ってこれて嬉しいです。とっても見えてるかな。はい、カジーですじゃあショールーム再開記念を込めて一曲出演したいと思います。見てるな、なんか聞こえてきた。絶対ママ見てると思うんだよね。見てるな、ママ。そんな気がした。いや本当にショールームの上の皆様がきっと大変やったんだろうな。こんばんは、チラ。カジです。ヒデジョー君、やっほ。すごいくれてるじゃないか、ドラくん、祝ありがとう、酒井さんだるま、テテちゃんハート、ガムがハート、ありがとう、テテちゃんハート、ダボさんハート、ありがとう、岩本さん書いてある、今日半袖です。でも寒くない、でも寒くない、暑いからカジーです。この T シャツがさ、めちゃめちゃ人気なんだけど、なんでだろう。なんか今になってさ、欲しいとかさ言ってくださる方めちゃめちゃいて、すごく嬉しいんだが。そう、髪切ったよ。あ、ホソチンがクマくださいました、ありがとうございます。どうしよう。じゃあ、ホソチンさんがクマをくださったのね。どうしよう。一曲じゃ吹かせていただきたいと思います。クマもらっちゃった。すいません。ありがとうございます。あ、テテちゃん。お水ありがとう。ドラくんがシュークで。あ、テテちゃんもシュークありがとうございます。ホソチンさん、クマいただいたな。何を聞こうかな。最近流行りの曲ってなんだろう。なんだろうな。ホソチンさんに捧げる歌。
ふずちいえ、ありがとうございます。梶島係です。花花です。うっせーわも弾けますよ。しょうくんハートありがとうございます。ポン、ねえ爪見てほしい、ねえ爪見てほしい、ちょっと見て、どうやったらピント合うかな。ねえ爪がさ、ねえピント合わないから見れないじゃん。ねえピント、ねえ爪見てほしいんだけど、わかる？ねえわかる？爪剥がれちゃったの、爪剥がれちゃったの。そう、爪ギターって剥がれちゃったの。だからね、この今ここの先っぽにある爪はね、もう偽物みたいな爪なの、柔らかいやつで、もうなんかむっちゃ深爪よ。だからでこの子と比べるとここが偽物なんですけど、ここあーわかんないか、私のこの爪をみんなに見せたい。めっちゃ痛いの、もう泣いちゃいそうなの。つちさん、お久しぶりな感じがします、すごく。あうあうそうなんですよ、カジの爪がスコーンいなくなりました。そう、見せたい見せたいのにピンボケがすごい見せたい、もう傷とか全部見せたいもん本当は。もうあんまりよろしくないから、ない。あうあう。バオバオだ、バオバ。ちょっとネイルしないといけないねって思った。見たくないって。ちょっと嫌がってる。そうね。そうだった。はい。ちょこちょお久しぶり。どうでした、昨日ショールームがなかった日ということで。家事はめちゃめちゃ寂しかったんですけど、まあ一日ないっていうのも珍しすぎて変な感じでしたそうですね。じゃあ今日はよかった、できて。私もダメかと思ったもん、今日もないできないのかなって思っちゃった、不安だけど、やっぱすごいね思った。じゃあ家事がさ、だってそんなトラブル起きましたってなってさ、修正してくださいってなってさ、修正できるのすごくない？じゃあレゴブロック全部完成してます、全部崩してみました、はい、一から作れますかって言われたら、やじゃん、作れないじゃん、もう分かんないよってなるよね。でもショールームの方々はすごいよね、ちゃんと直しちゃうんだもん、すごいなって思った、うん、天才だショールームの皆様、すごいな、やっぱりやっぱすごいなって思った。システムエンジニアさんすごい、本当に思う。ショールーム以外は配信するルート作ってないのって、あ、まあインスタグラムのやつとか、あと TikTok のライブとか、まあ、やろうかなって思ったのよ昨日。でもさ、なんか一日休んでみたらどうって言われて、あの友達にね、あのいつもね応援してくれてる方がいるのよ。で LINE でね、やばいよ、私もうこれだよ、今日配信できないよ、やばいやばいみたいなことずっと言ってたんですよ。そしたら落ち着いてって、一回今日は休んだら明日みんながもっと楽しみにしてくれるじゃないって言ってくれて、なるほどって思ってちょっと休んでみましたそう、そしたらなんかみんなワクワクしてたお前らなんかそういう駆け引きみたいなことしてない私今駆け引きみたいになっちゃってるんだけど、なんか今日がより楽しみになるんかもよって
言われてと、あ、なるほどなと思って、私がもうどうしよう、どうすればいいんだろうとか言ってたんだけど、なんか今日がめっちゃ楽しみになってくれてたらいいななんて思いました。うん、どうみんな分かんないそう、ちょっとお休みしてみたんだけど、やっぱでもやろうって思った、次なんかあった時休むのは休むんで休めないやって思ったんですけど、はい、駆け引きみたいなことしてないってあざといカジマさんを出してみました。逆に一日配信なしはどうやったの。寂しかった、結局やりたくなった、うん、あ、いいか、インスタライブもまたやろうと。みんなが楽しみになってるか、カジマさんも楽しみになったんですね。だってそう、カジマさんが楽しみになっちゃってダメだもんダメだもん。カジはワーカーホリックすぎて仕事休むと体調悪くなる。あ、でもそれ本当なんだよ。私は一日今日休みだよとかなるとめっちゃ体調崩したりとかめっちゃする。なんで？そう、なんで？私は気になる。ツイッターで過激ポーズの動画できたらあげてくださいって、そんなに好きだった、よかった、そんなに好き。今日のお化粧、え、今日光当ててるからかな、めっちゃね、めっちゃ電気当ててるからかな、わかんないなんだろう、みんなも使ってみてね、過激しましょうよという時に使ってみてください、はい、そうなんだ。体調崩しても配信休まない会社さんすごい。まあね、確かに体調悪い時は何回もあったけど、今思えばよかった、配信とかね休む日なくて。でも多分私インフルエンザになっても配信するのかな、やっぱりどうなんだろうね、わかんない。いや私でもインフルエンザになってないのよ、配信もうこのアプガニキンになってから一回もインフルエンザになってないし、なんかやばい死ぬよやばいやばいみたいな体調悪さにはなってない。あとね、なんか体調崩しちゃった時とか朝とかにやってるの、たまたまね配信を、すごくない、たまたまよ、うん、ね、インフルの時って配信してもいいのかわかんないわかんない、いやわかんない、なんてことないからわかんないけど、うん、どうなるんだろうと考えちゃったらやりそう、どうなんだろうな、わかんない。まあ病気になったら中止ね、なんかインフルエンザとかなったらダメだろうな、できないんだろうな、しんどいもんね、わかんないけどさインフルの話始めてみんな寝るだろうって言われてる未来が見えてまあそうか。あ、でも家事ね、今だから言えるけど、めっちゃ熱あった時に配信とかやってます。あのでもなんか元気な時だけど、なんかそんななんかやばいやばいみたいな時って朝配信してたりするんだよ、たまたま。それがすごいなって思うね。だけどみんな体調は本当に緊張し、体調は気をつけてくださいね、うん、本当それが何よりもの大事なことですねって思います。この前もあった、そうですね、なんかこの前ちょっと体調崩しちゃったんですけど、あのその時も朝やってたんですよ、すごくないたまたますごい配信やってたんだもん、毎日配信続いた、よかった
今もさまたあげちゃう。ありがとうございます。明日はどうしよっかな。明日どうする。朝配信しようかな。髪切ったよ。うん。あれ明日は朝かな。あ、じゃあ休まないわいって。休まないよ。明日急に休んだら困っちゃうな。明日は朝配信します。配信しようと。夜大丈夫ですよ。で、フラグじゃないから。フラグじゃないから違うから。びっくりした。そんな、違う、まさか夜大丈夫ですから朝やりますって、そんなことはないですけど。で、朝やろうかな、明日は。朝の、じゃあ7時半から配信したいと思いますので、皆さん朝7時半からぜひご覧ください。よろしくお願いします。うん。もう寝ますって。みんな朝早いの得意ですか。家事は得意じゃないです。リンダくんよいしょ。家事です。とも朝早いのは苦手。私昔めっちゃ朝早いの得意だったんですけど、最近は朝早いのが苦手になってきちゃってる。ピエン得意ではないか、不得意だって。朝早いのつらい。あ、一緒だな。ラジオ配信寝てしまう。明日はラジオ配信じゃなくてちゃんとすっぴんのむくんだ顔でやってみようかな。だってね、仕方なく起きてるだって。朝7時とか7時半とかどうしようかな。すごい顔になったって。7時半にしようかな。やばい、朝なんて来なければいいのにってくらい苦手だって。あ、じゃあ結構しんどいね。結構しんどいんじゃない。スピンも駆け引きです。じゃあ緩急7時半なら仕事始まってるんだ。あ、そうなんだ。じゃあ7時の方がいいんだね。もう働いてる。じゃあ7時にしよう。やっぱり7時半ならゆっくり見える。あ、そうなんだ。なるほど。みんなやっぱ難しいね。7時、どっち ?7時、難しいな。とりあえず7時からやったらいいんかな。とりあえずはな。もしかしたらショールーム人少ないだって。7時ならわし寝てるだって。うん。じゃあ長めにやれればいいのかな、私が。なるほど。いっそ6時。早いな。それは家事が起きれるかな。起きれるかなっていう感じ。明日はね、夜はねできないかも。起きたら配信が始めるって。ダメ。家事朝やります。7時頑張ります。朝トークテーマいっぱい書いておけばできると思う。朝頭回らんから。朝4時半にゲリラ配信とかやるってなって。早いよガジ。4時半に走るやった人っているのかな。朝早く起きちゃった配信みたいな。やだ。モーニング家事をみんな楽しみにしてて、緑茶持ってさ。そうね、頑張っておきます。よろしくお願いします。うちはの全然いるんだって。やっぱそうなんだ。いつかやってみる。いつかやってみよう。いつかね。
早いなよじゃん、早いな、めっちゃ早いな。いやごめんね、7時とか言いながら私7時10分ぐらいから始める気がするんだけど待ってそうだ、やばいんだけど、いけるかな、4時半から10時までもうやばい、ジップじゃん、じゃあ目覚ましか、目覚ましじゃん、目覚まし目覚ましじゃん、ハロー360度なれ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 なおはようございます。外で配信しようかな明日本日の天気はって言って少し肌寒いですって言って皆さんコートを持ち歩きましょう外で配信したい。いや絶対無理でしょ。はい、おはようございます。もう外にいるんですけど寒いですみたいな外でやろうよ、外で外で配信したら面白いんじゃない。でもさ、誰かがさ、こう仕事とか始まってる朝、こう家から出てくるタイミングとかさにさ出くわしちゃうんだよ私。でさ、なんか街頭インタビューみたいに、今からお仕事ですか、ただいま生放送中なんですけども、本日の気温どう思いますか。そうですよね、昨日とうっと変わって気温が下がって少し肌寒いですよね。実は明日夜から雨が降るんです、傘は持ちましたかみたいな、そういうやりたい、渋谷で渋谷で生配信したいですね。やばみたいな、アポなし、やばいね、私の生配信でどこまでいけるかな。ワンポイント映画はあれか、パンダのやつか明日の天気は晴れ。私ってお天気お姉さん向きじゃないよね。なんかさ、朝やばくない、ちょっとうとし、ちょっと柔らかくするね。おはようございます、朝7時、梶島ニュースの時間です。これぐらい爽やかだったらいいんじゃない。本日の天気は晴れです。少し日差しが強くなってきました。日焼け止めは忘れずに。脱ぎ着ができる上着があるととても便利でしょう。爽やか、いい感じかな、それくらいがいいんじゃないかな。爽やかに行きたい。個性が生きてないんだって。明日の天気は曇りのち晴れ。なん本日の明日の占いは、中吉。カジはそらジロポジ待って、そらジロポジか、いけるな無理だよね、やばいやばい、いいよ明日、めっちゃいいよ、目覚ましの阿部さんに見えてきた、なかなかいいなよかった。木原さん、梶次郎、はーい、
つってこうやってつってこうやってやるみたいな。ということで今日も配信やらせていただきましたけど、楽しんでいただきましたでしょうか。家事配信また明日からできるの楽しみにしています。明日は朝7時からの配信ということなので、ちょっと朝早いんですけども、よかったら見に来てくださったら嬉しいなと思います。まあ、お仕事の準備、学校の前だったり、できるだけ、長めにできたらなと思っております。まあ、ZIP と目覚ましに対抗して配信していこうかなと思っていますので、ぜひご覧いただけたら嬉しいなと思います。イモムーさん、タコありがとうございます。いただきました。 Thank you。 ありがとう。見るかどうかはもう駆け引きですから、私とも。いや見てください。わかった。じゃあ私パソコン使いながらやるから、天気予報も私が教えるし、今日のニュースも教える、みんなに。明日すごいあれするね。なんか今日めっちゃ晴れらしいですよ。はい、なんか今日のニュースはなんかそうですね、桜の見頃が終わりました。あ眠い眠いとか言いながらやってそうだね。テレ朝開いてるのなかった。いや開いてです。ニュースの感じ間違ったりしそう、すぐしそう、本当に。気だるい梶島ニュース私朝すごいのたのた喋っちゃうからね、本当。そしてじゃあ最後に告知させてください。家事ライブやります。5月にリキッドルーム、なんか家事のこと、あ間違えた、家事に会いに来てあげてもいいよって人いたら来てください。本当に来てるし、もう何としてもソールドアウトをさせたいんですよ。もうソールドアウト、ソールドアウトもソールドアウトです。もう絶対ソールドアウトさせます。頑張ります。みんな来てね、誰でも楽しめるライブにしますね。なあ、後じめのカフェの通販3月31日までって、ありがとう教えてくれて。おむかわ BS スカッパー25時から、おむかわカジが頑張って大喜利するから見てね、よろしく。夜公演は行きたさある。なんとね、昼と夜の公演が全然違う公演になるのでね、どちらかでも両方でも楽しんでいただけると思います。まあ、いつもライブをたくさんやらせていただいてますけども、それとはまたうっと変わったものになりそうです。やばいですよ。あでもどこまで行ってるか分かんないな。分かんない。なんかこう、それこそもう駆け引きですから、昼と夜の緩急が。はい、あと6000円です。今回すいません、いや値下げ、ちょっともう赤字覚悟でいきたいと思います。よろしくお願いします。みんな来てください。よろしくお願いします。ですね。明日のエンタメコーナーで詳しくお願いします。確かに衣装どうなるの、あれ昼夜衣装あれみたいな感じですね。わかんないです、まだそこも全部決定したわけじゃないから、家事勝手に言ったらさ、ちょっと違うじゃないかって感じで、それで怖いんだけど。未来系アイドル TV YouTube で配信してる。お、よし、ついでしょ。あとね、夏染め2021、稲毛海岸や公園野外音楽堂にて、千葉でライブで、もうめっちゃ気持ちいいと思う。みんな来てね。あと その他いっぱい対バンライブ決めてる。春のジャム祭り来てね。春のジャム祭り来てね。春のジャム祭りもあるから来てね。新宿ブレイズだよ、来てね。そういえば今日6万のトラブルでジナちゃんが家事は化粧しないでショールームしてるって暴露されてるって泣いた。やだ、明日もやっちゃうよ。それで明日もやっちゃうよ。
未来系アイドル TV 今週、そうだよ、未来系アイドル TV 今週も出ます。皆さんぜひお越しください。あ、お越しじゃない、ご覧ください。千葉行きたかったのって。でかじいがいっぱい思い出、 お土産話持ってきてあげるね。みんな来てね、待ってます。あとカジのツイッターフォローしてね。いや私頑張って1万フォロワーさん行きたいんだよね。どうやったらいけるかな。ちょっと頑張る。1万フォロワー行きたいんだよな。毎日自撮りとか上げてみたりとかする、そういう感じなのかな。いやでもそれじゃなさそうだよな。こんばんは、ガチです。戦火ジャンプしますからって、いやー戦火ジャンプなしたいけどな。今日ガチ方法がスッキリしてるって。いやパンパンだった時期を出したって感じかな。なんかちょっと前までさよく言ってたんですけど、顔パンパンだったんです。ちょっと体重の方がね、だからねちょっとだけ、体重戻ったのもあるのかな。あとね顔むくんじゃうんですよ結構。そうだから困っちゃうこともあるよね。やっぱドゥーン。やらなきゃ。今ギターで今すごい難しい曲を練習してるんですけど、早くみんなに聴いてほしいんだが、これは大変、これは大変だ。よろしくお願いします。静止画みたいになっちゃったはい、ということで、あっという間ですが本日の配信は以上になります。タビティありがとう。よかったらまたカジに会いに来てくださったりしますか。よかったら来てください。お王子様が幸せにしてくれる、そんなのなんだっけの幻想か。嬉しくってラン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 。明日早起きしなきゃ。頑張ろう。6時半起きだ。気合入れていきますまだこんな全然まだ遅い時間じゃないから、もう化粧落として寝たらいいと思うそうですね。1位は細ちん、ありがとうございます。感謝、すごい感謝です。また明日お会いできるのをすごく楽しみにしています。今日も皆さんはいいことがあったかなかったか、まあいろいろ考えると思いますが、今日という一日を忘れないように一つでもいいことを思い出してくれることをお勧めします。
私はいつもそうやって生きてますそれではお手拝借せーの以上です。またお会いしましょう。バイバイ。おやすみなさい。おやすみなさいっていうか、まあ重かはあるんだけどね。みんな見てね。バイバイ。以上、敬語。